どうも、めちゃめちゃめちゃです。はい、ということでね、今日もやっていくんですけどね、今日はですね、東海大会ね、優勝候補ランキングね、ベスト3ということでね、ちょっとね、動画回していきたいんですけど、まあ、ほんまにね、この東海地区のね、燃えた抽選もね、決まったということで、まあ、このね、東海のね、チームっていうのはね、かなりね、まあ、愛知県であったりね、岐阜県であったり、ね、ほんまに結構ね、甲子園でもね、上位にね、入り込むようなね、チームがね、ちょくちょくね、いるんで、まあ、その中でね、まあ、実際ね、この東海大会ね、どこがね、制するのかっていうね、話と、まあね、優勝候補ね、ちょっとね、ベスト3ね、上げていきたいなということで、まずね、もう早速ね、行くんですけど、まず3位が、岐阜第一ですね。はい、岐阜第一はね、もうね、僕の中ではね、かなりね、なんていうんですかね、今後ね、上がっていくチームやろうなっていう印象なんですよね。実際ね、岐阜ではね、大垣日大がね、優勝してるんですけど、まあ、大垣日大もそうですし、県優勝もそうですし、今ね、こうね、いろんなね、言ったら名門っていうのが、まあ、その監督が変わったりでね、結構ね、こう、ぐらついたり、今後ね、ちょっとこう、ね、なんかその内部がそんなに、なんていうんですか、しっかり固まってない状況なんですよね。ほんで、そんな中で、この岐阜第一っていうのは、岐阜県でノーダメージですし、この打力がね、かなりね、いいチームなんですよね。だから、まあ、なんていうんですかね、はめられたりしたら、まあ、確かに負けるっていう、ね、可能性はあるんですけど、まあ、そのね、秋の段階やったら、まだね、そういうね、はめてくるチーム、ね、やらしいね、野球をしてくるチームっていうのは、この東海大会では、もう1校しかいないんで、じゃその1校と、まあ、くじで言ったらね、そんなね、すぐね、当たらないんで、でね、そう思うと、僕の中ではね、この岐阜第一っていうのは、そろそろ出てくるんちゃうんかなと、で、そろそろ爆発するんちゃうんかなっていう、チームということで、ね、僕の中では、まあ、3位ですけど、でもまあ、ほんまにね、言うてる前と思います。もう、あと、ここね、2、3年したらね、この岐阜第一っていうね、高校はね、いやでもね、名前がね、売れてくると思いますし、かなりね、強いチームに、なってくると思うんで、だからそういう意味でも、僕の中では、まあ、優勝候補ランキングね、ベスト3の3位に、入りました。ほんで、次2位なんですけど、2位は、まあまあまあ、なんて言うんですか、まあまあ、これはまあ、妥当というか、ね、まあ、この優勝候補でもありますよねっていう話なんですけど、2位は、ちょっと端を落としてしまったんですけど、2位は、小諸高校ですね。はい。小諸はね、この夏ね、全員ね、2年生スタメンでね、試合ね、出てきて、ほんでね、このね、監督さんが、こうね、変わったというか、ね、監督さんがね、辞めさせられて、こう、大丈夫かってなってる中で、甲子園でもね、一勝しましたし、ほんで、このね、秋もね、しっかり勝ってきてるんで、やっぱり実力はね、あるなと。で、やっぱ左ピーがね、ね、左ピッチャーの子がね、やっぱ僕はね、結構いいと思うんで、ね、その実際ね、試合でも見とっても、実際ね、2回戦で、ね、負けたんですけど、やっぱね、球筋とか見ても、やっぱね、なかなかね、いいピッチャーやったんで、だからそう思うとね、ピッチャーがやっぱこう打たれるかって言われると、ね、やっぱその東海レベルっていう言い方おかしいんですけど、強いですけどね、東海地方もね、強いんですけど、やっぱりね、なかなかね、打ち崩せるようなチームってのはいないと思うんですよ。で、やっぱりそのね、小物のね、その監督がいない中でのね、試合ってもね、慣れてきてると思うんで、ってなってくると、やっぱ必然的にやっぱ2位には、入ってくるなと。ね、東海地方ね、こうね、整数ね、可能性はね、結構あるなということで、2位に、入りました。なので、1位はどこやねんっていうと、やっぱり、名古屋立花かなと。で、これを言うとね、いやいや、ね、愛知県最やぞって、ね、思う人も多いかもしれないんですけど、これがね、またね、いいところに入って、ほんでね、初戦とかね、2回戦、初戦はね、確かね、岐阜の中京かな。で、その次がね、静岡1位のね、ことは聞くかということで、ね、名古屋立花からしたら、結構、ラッキーというかね、相性のいいチームとの、試合になってくるんで、
だからそこも2つ勝つと、もうね、あとはね、優勝見えてくるわけじゃないですか。決勝戦とか、ね、見えてくるわけじゃないですか。ってなってくると、うん。やっぱこの名古屋立花って、僕はその東海大会に僕が出たとして、やっぱ一番ね、当たりたくないチームなんですよね。で、特にこの強いチームであればあるほど、だからこの中京とか小田急区からすると、この名古屋立花みたいなチームが一番嫌なんですよ。ね、だから逆に言うとね、この岐阜第一とか、ね、こういう子結構真っ向勝負で、前で戦えるんですけど、あの、名古屋立花とかってなってくると、やっぱね、その真っ向勝負してくれないんですよね。前言ったらマシンガン系統にね、緩い左。で、やっぱりその秋の段階じゃね、なかなかね、そういうピッチャーってね、あんまいないじゃないですか。だからそういうピッチャーを打っていかないとダメ。でもチームはまだ定まってないっていうので、どん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 ね、沼にね、はまっていくと思うんですよね。っていう意味でも、やっぱりそういうピッチャーっていうのが、やっぱり、めんどくさいですよね、一番。だからこの名古屋立花は全然ね、ひょっとするんちゃうのかなっていう。で、だから名古屋立花って、その、10回やったら、まあ、多分ね、7回負けるチームなんですけど、3回勝ってるチームなんですよ。3回は確実に、ね、勝ってるチームなんですよ。ほんで、その3回勝つ方法っていうのは、結構ね、奇襲なんですよね。で、この奇襲攻撃みたいなのを、ね、県外の選手は初見で受けるわけですから。だからね、県外で初見でやっぱね、ああいうね、独特な影響をしてくるチームっていうのは、やっぱなかなか対処できないと思いますし、ほんでね、やっぱこう相手が最下位っていうことで、やっぱ多少ね、ちょっとね、気抜くってわけじゃないんですけど、ちょっとね、舐めてくれると思うんですよ。だからそうなってきてくれた方が、だんだん崩れていくんで、だから逆に言うとなんですけど、こんな声立花はなんかもっとね、地方でも、だからそれこそ土浦日大とかね、そういうチームと当たってたら、あ、でも土浦日大茨城県か関係ないか。だから静岡とかでも、どこでしょう。ね、ちょっとこう、ね、やらしい野球をね、するようなチーム。ね、だからこの名古屋立花と滋賀が試合しますとってなったら、100% ね、名古屋立花負けると思うんですよ。でも、こういうなんて言うんですか、小田切区とか、ね、この中京とかね、岐阜の中京とかってなると、やっぱり野球のね、雑さというか、ね、野球がね、細かくないんで、じゃあね、そのね、細かくないところにババーンってね、入ったらね、まあ、勝てるんで、だからこの名古屋立花は結構優勝もありえるんじゃないのかなっていうことで、入れましたということで、皆さんが思うね、このね、東海大会の、ね、優勝予想とかね、あればね、ぜひね、コメントしてくださいね。なんかね、意外とやっぱね、秋は、なんかね、秋の近畿大会とかやったらもうそのままなんですけど、この東海地方とかってなると、意外とね、勝ち方とかがね、結構違ったりするんで、ね、やっぱ秋の大阪、ね、近畿とかってもう、バッティングいいチームで、選手がね、しっかりしてるチーム、ポテンシャルがね、高いチームが、結局ね、優勝するんですよ。でもね、この東海地方とかになってくると、ね、その実力あるチームがね、意外とね、早く負けたりね、なんかね、結構打たれたりするんで、ね、だって、ね、去年の、あ、まあ、またちゃうか、ね、おととしか、とかで言ったらね、なんかね、結構ね、そのチームが勝つかみたいなね、チームがね、勝ったりしとったんで、でやっぱね、その寒いっていうのもありますから、だからね、このおのずとね、今までの、やっぱその実力がある高校が勝つっていうね、感じとはね、低反発バットになって、初めてのね、この、なんていうんですか、東海大会でもありますから、秋のね、だから去年の秋とかまだ低反発バットじゃなかったんでね。だからよくも悪くもね、この低反発バットで迎える初めてのね、試合っていう、初めての、まあ言ったら、地方大会っていうんですか、東海大会なんで、だからね、非常にね、僕はね、どうなるのかね、楽しみやなと。で、やっぱ僕の中ではこの3校がちょっと、ね、優勝に近いなと、個人的に思いましたということで、皆さんが思う、これは絶対に勝つとかね、いや、ここのチームのこれはいいとかね、逆にね、いや、これは課題評価でとかね、いやいや、それは語れんよとかね、あればね、ぜひね、コメントよろしくお願いしますということで、
僕の中では、名古屋立花、岐阜第一、小物が、優勝候補です。ということで、次のところでお会いしましょう。お疲れ様。